今鮫島さんから電話来てあの携帯で放送やってたからベッドで、うん、今ちょっとかけ直すわ合、はいはこっうんあーすいません大丈夫かあ大丈夫です大丈夫です夫お疲れ様です どうした何があったうーん、まあ小さい話っすよ。うんうん、いいよいいよ、ちっちゃくても大きくてもいいよ。うん。いや、なんか、彼女のことを、はいはいはい。うんうん、うん、すごい大事に思ってて。うん、いいことだよ。うん、で、まあ、あの、正直結婚とか考えたことなかったんですけど、うん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 。僕、この人だなと思ってて。はい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 。で、まあ、家族にも挨拶とかちゃんとしないとなとかも、そうだな、そうだな、うん、うんん思ってたんですよ。 はいはいはい。で、なんか、最近テレビの撮影とか、うん。まあ、バイトとかですごい頭混乱してて忙しくて。まあね、まあ、海入ったしな。そう。いや、あの、まあまあまあ。で、あ、ごたごたしてたわな。そうなんですよ。ちょっと忙しくて。もうね、ね、もう年末だしな。はい。で、まあ、彼女も気遣使って、うん。あの、家族のこと挨拶は、今度、今度でいいよ、なんて言ってんうんうん。で、まあ、落ち着いてきたんで、そろそろ、 まあ、ご家族に挨拶行こうと。はいはいうんうんうん。話してたんですよ。うん。で、そしたら、まあ、お<う>今日の夕方っていうか仕事終わりに、うん。彼女から、あの、ラインのキャプチャーが来たんですよ。はいはい。で、まあ、家族とのやりとりだったんですよ。うん,うんうんうん。で、まあ、まあ、和道じゃねえかと。うん、はいはい。まあ、知ってたんですよ。 ああ、うんうん。まあ、しょうがないよな。それはな。うん。やってる以上な。まあ、そうですね。それは全然しょうがないですけど。で、まあ、そっから、なんかもう、こいつ呼ばわりだし、なんか、詐欺師じゃねえか。ああ、なるほどね。向こうの親に、うん、いい印象がないわけだ。あまあ、そうですね。あ、そんなでもさ、はい。お前はのんちゃんをどう思ってんの僕は好きですよ。今も好きだろはい。一緒になりたいだろそうですね。それが答えじゃないのうん。 いやあるよ、いろいろ。ね、親だってさ、それは自分の娘をさ、はい言っちゃえば俺たちなんでさ、認められない人間じゃないですか。まあそうですね。俺たちなんか社会で。はい。そ親心から言えばさ、はい、ね、娘、大事な大事な娘にはさ、ね、いいとこについて、はい、ね、っちゃえば苦労もせずに収入も安定しててさ、はい、はい、言っちゃえば娘がさ、ニコニコしてられる、ね、男を期待するわけだよ、親は。 あ、親じゃないんですよ。兄弟なんですよ。あ、親じゃない。じゃあ、なおさらいいじゃん、どうでも。なもん。仕方ずればいいじゃん、なもん。あ、そうっすね。でもだ、んだん腹立ってきて。うん、わかるよ。俺もね、はい、昔あるよ、彼女の親に挨拶行ったら、はい。ほら、友達でお願いしますって何回も言われて、<laughs> いや、娘さんのこと愛してますし、って言ったら、<laughs> あの、それは反対ですって。うん。か<っ>何があっても絶対認めません。はい。いい友達でいてくださいって言われた時に、はい。すごい凹んだ。凹みますよね。 やっぱ俺はね、学歴もないし、犯罪者だし。はい。でもそういうの正直に話したい人だから。そうですね。ね話して。はい、まあね、認められないのは分かってるし、自分では。そうですね。でもやっぱ、はい。ね嘘をつくのは嫌だし、自分のこと知ってほしいっていう気持ちがあって。うん。でも、お前がどう思うかだよ。そうですね。 うん。彼女は別に悪くないし、何も。あ、その通りですね。のでのんノンちゃんはだってすごい話聞いただけではまだ会ったことないけど、はい。すごいよくできた女の子だと思うし、そうですね。まあいろいろあるよ、人生って。そうですね、うん。でも和道が今ここで、どうするかだよ。はい、そうですね。問題は。そんな、何兄弟とかに言われたから、何のんちゃんと結婚しないのあ、いや、そういうつもりは一切ないですね。だからそれは違うよな。全然違うと思ってて、そう。で、全部はお前の意思なんだよ。その通りですね。 で、終わあったの来たんで。わかる。あの、もう、いや、で、ここで隠すのも自分の生き方も違うと思ってるし、うんうん。言いたいこと言って、配信者になったわけなんでし、それしかできないと思ったから、配信しかねえと思ってるから、こういう生き方になってるんで、一発言ってぶん殴ってやろうかなと思ってるんですよ。いや、そんなことやる必要ない。うん。そんなことやったらお前が悪者になるんだから。関係ないですね。もう、ほんとに。だったら、のんちゃんを最高に幸せにしてやれへんねん。うん。 最高に、他の男にはできないぐらい。はい、うん。うん。それぐらいの幸せを与えるのはお前の仕事だろうん。そんな殴ったって言ったら、のんちゃんどうすんだよ。兄弟が殴られて、ね、自分の彼氏が殴ったわけだ。板挟みになるよな。それは絶対ダメだよ。ね、なんか言われて悔しいから殴りました。お前が悪者になるんだよ。ね、だったらお前はそういう見方をしない人間になる。例えばね、のんちゃんとの二人、ね、 間に子供が生まれて、娘が生まれてな。で、彼氏連れて行った時に、その彼氏がバンドマン目指してますと。うん、ね。あじゃあお前なって絶対夢叶えろよって。うん、お前はそうやって痛みを知ってんだから。はい。うん。だったらそうやって言える人間になればいいんだよ。そうですね。そんな心のちっちゃい金玉のちっちゃいやつじゃなくて。はい。ね。自分はそういう人間ですと。はい。で、俺もそうやってね。 親あ、まあ、兄弟とかに反対されたこともあったけど、はい、俺はお前がね、だからがむしゃらにやれと、はいうん。絶対に夢を叶える覚悟で中途半端にやんなよって。そうっすね、うん。うん。そしたら俺も、まあ、最初はね、認められないけど、それやれたらお前は大したもんだよと。はい。お前はそうやって言える人間なんだよ。はい。うん。何かやられたからやり返すって、それは違う。そ、うん、う、飲んだんと幸せになればいいんだよ。 幸せなんか金じゃねえからな。あ、分かってます。金でも地位でも権力でもないからな。はい。二人が幸せだと思ったらそれが幸せなんだよ。貧乏だろうが何だろうがいいんだよ。そうですね。うん。僕もそう思います。そう。な、で、お前が今落ち込んでたら、のんちゃんが申し訳ないと思っちゃう。いや、もう、落ち込んでるんじゃないですよ。もう、ぶっちいや、わかるよ。生き通りがある。はい。わかる。俺も経験何回もしてる。はい。でも、のんちゃんには関係ないから。まあそうですね。そう。全然関係ないですね。 お前は男だ。うん。うん。辛い時も、ね、絶対、自分の相方には、はい。それをさ、さ、させ、させない。はい。気づかせない。はい。うん。それがお前の力。うん。うん。それができれば、お前は大したもんだよ。ありがとうございます。頑張ります。そんな兄弟が何か言う、まあ言うよ。そら言うよ。まあそれ言いますよね。そら言うよ。ね、江の島の海に入ってるバカだもん。そら言いますよ。そら言うよ。それ言いますよ。そら言うよ。 はい。え、あのードって言うよ。そうですよね。俺だって言われるよ。言われるよ。あのうんこ食ったサメじまって。言われるよ。俺なんかもっとヘビーだぞ。お前よりヘビーだぞ、歩いてる道は。いばらの道だぞ。お前、お前何がだよ、お前。お前のことは些細な問題俺なんかうんこ食ってるし、アナルによ、ブブゼラ突っ込んでるしよ。え、うんこ食ったことアナル処女じゃねえからな、俺。あ、僕も処女じゃないですよ。あ、そっか。そっか。じゃまあまあ、まあ、どうでもいいけど。 えだな、のんちゃんを悲しませない。そうですね。それがお前にできること。はい。唯一できること。はい。うん。はい。え、別にいいん反対されりゃ反対されたで。別に最悪駆け落ちでも何でもしゃいんだ。そうですね。な、も理解のねえ人間なんか別にどうでもいいんだ何言ったって理解しねえから。うん。何かしら気に食わねえんだから。うん。え、でもぶっちゃけムカつきませんムカつくよ。ムカつきますよ。え、耐えるんすか、ひたすら。耐えるんじゃないの相手しないの なあ、もういろんな意見があるんだよ。はい。うん。和道はクズだっていうやつもいれば、和道のことね、慕ってるリスナーもいるわけだ。そうですね。うん。じゃあ、お前は配信でアンチにどういう対応してるまあ、そこをブロックする。だろはい。それでいいんだよ。うん。それでいいんだよ。相手しなきゃいいんだよ。なるほど。n c でいんなあ、これムカつくなと思ったら相手しなきゃいいんだよ。そういうこと。なるほど。考える必要ない。お前はのんちゃんだけを考えりゃいいんだよ。なるほど。うん。 なるほど。お前は頑張って、ね、お金稼がなきゃいけない。そうですね。そういうことに意志を向けて、うんなね、どっかのたわごとなんか、ほんなね、もう、ほっとけゃいいんだよ。そうですね。うん。なもんセミの鳴き声と一緒。無意味。うん。うん。そう。何かしら文句言う奴はいっぱいいる。うん。うん。でも二人が幸せならそれでいいじゃん。そうですね。ん、そうよ。そういうことよ。うん。お前はそれを手に入れてんだから、それを守る。はい。それだけ。 はい。お前がしっかりしなかったら、のんちゃんが一番かわいそう。そうですね。うん。そう。いやのんちゃんだってそれを分かって和道と付き合ってんだから。ですかね。ね、お前が和道って知ってて付き合ってんだから。二人の問題だよ。そうですね。そこでうまくいこうが、失敗しようが。はい。もう子供じゃねえお前らは。そうですね。ああ、もう大の大人だよ。うん。こんなもんね。泣こうが、笑おうが、もう自己責任。はい。うん。 もちろん辛いことだっていっぱいあるよ、これから。うん。喧嘩することだってあるよ。はい。当たり前だよ、そんなの。うん。でも、それが、幸せなんだよ。はい。喧嘩できる相手がいるってのは幸せだよ。そうっすね。うん。うん。そうっすね。だから、間違った道を歩まないように。うん。そう。殴りたい気持ちもわかる。ムカつく気持ちもわかる。めちゃくちゃムカつきます、もんかといって、それに、ね、その感情に流されたら、のんちゃんが一番かわいそう。うん。ね。 俺はいつもね、そういう相談聞くから別にね、LINE かけてくれれば。マジですかいや、全然いいよ。めっちゃ嬉しいっす。ただ、女にはそういう愚痴を言わない。そうですね。絶対に。もう平気だよ、大丈夫だよ、余裕だよって。はい。お前がいれば余裕だよって言って、笑ってあげろ。うん。安心させてあげな。うん。うん。それが一番スマートでかっこいい。サメさんめっちゃかっこいいっすね。いや、俺はね、俺もあったもん、いろいろ。 え、一番つけられたこと一番傷ついたこと、ちなみになんか。一番傷ついたこと女が、俺の、俺が、なんか、なんかね、多分ね、職人がなんかやってて、まあ、一日に1万2千円ぐらいもらってたんだ。で、そしたら、通帳見て、俺の。で、サメちゃんってさ、収録、朝4時とかに起きて、夜8時に帰ってきてさ、収録で働いてんのに、週2で働いてる私より収入少ないねって言われたときは、傷ついた。傷つきます。うん。 えじゃあお前やってみろよって言ったもん。彼女何やってたんですかすごい感じが。なんかね、違法カジノ。違法カジノディーラー、うん。ディーラー。うん。それはだってね、法律を犯してりゃお金稼げるわな。うん、そうっすねで。俺は法律を守って、人の役に立つために頑張って、うん、ね、行っちゃえばもう本当に地獄のような仕事やってたわけだよ。うん、そうっすね。きついっすね、うん、現場は。お前のためになって。うんうん お前やれよって俺、その瞬間冷めたもん、あ,<ー>あもうやる必要ねえやと思って、はいはい、だからやっぱ、お互いにリスペクトし合う、うん、そうですね。和道がのんちゃんを、のんちゃんは和道を、はい、お互いに尊敬、うん、人間関係で必要不可欠なものは尊敬ですから、本当そうですね。うん、あのんちゃんってこういうとこすごいなって、ちっちゃいことでいいんだよ、うんうん、もう別になんでもいいんだよ、あこいつ笑顔かわいいなとかでもいいんだよ、はいうん、別にそれを敬うこと。うん そうすれば長続きするそうすれば失礼なことも言わないから自然と悪いとこ探したら人間いくらでも見つかるよそうっすね切りないっすねでものんちゃんは間違いなく悪ドのいいとこを見て付き合ってんだからそれを大切にしなきゃ鮫島パイセンありがとうございますいやいやもうとんでもない何の力にもなれないけどさお前がしっかりしなかったらだめ うん。もちろん弱る時もある。はい。もうね、あもうダメだなっていう。でもそういう時こそ、見栄を張る。はい、うん。かっこつけんなよ。うん。死にやしねえ、お前真冬の海入ったろ入りましたね。あれより辛いことはねえよ。死ぬかと思いましたね。本当だよ。あれより辛いことはないと思えん。<laughs> あれ入った人にしか分かんないですからね、うん。分かんないよ。<laughs> 絶対分かんないで。うん、でしょとかまだ言わ,れ言われてるもんね。<laughs> 言われてますね。ええんじゃねえよって。もう波の音が怖えんだよ。怖いっすね。 あれ以上に最悪なことはねえから。今日、あの、ジビが行ったんですよ。はいはい。ビエン。ルジャミもなんか、喘息になったとか言って。はい。弱えなお前ら。で、ビエンの薬もらいに行ったのに、うん。ちょっと待って、呼吸を、呼吸音がおかしいからって言って、昇進器当てられたら肺炎になってるからって言われて。お前ら弱えな。別の薬出されましたよ。弱えな、肺炎になったんだ。肺炎になっちゃいました。はい。ダメだななんか情けねえな。やっぱうんこ食った方がいいすかね、一回。 うん、もう食った方がいい。もうね、はっちゃけたもん勝ち。ああ、そうっすね。中途半端はダメ。うん。とことん貫けば、はい。女もうね、兄弟なんかね、もね、何も言わなくなるから。うん。うん。そうすじゃあ逆に、常識人が、正解なんですかって話じゃん。うん。ね。うん。俺たちには常識はないよ、確かに。うん。だけど、間違いなく人を引きつけるっていう魅力はあるんだから。そうですね。うん。うん。そう。お前にはいいものがあるんだから。 なんか言われたからって気にしない。はい。うん。まあそうですよね、でいいんだよ。はい。まあそういう見方もありますね、って。うん。もう笑って流したらいいんだよな、もう。そうっすね。うん、向こうは怒らそうと思ってんだから。そう、ああ。そう。そうっすよね。そう、だから笑って冗談にしちゃうんだよそうだよねーって。うん。ほんとバカやってますよねーって。まあ持ってやりますけどとかさ。うん。もうーの根も出ねいよ、向こう。まだやるんかいっていう。あ、そうだよ。どんどんやってやるよ、っつってやるんや。よ強いっすね。 うん、強くあらなきゃ。かっこいいっす。うん。ましてお前は守るものがあんだから。はい。強くなきゃ。はい。うん。ありがとうございます。いやいや、もうどんでもない。はい。ま、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。いやいやじゃあ、今度、はい。とりあえず年末までに海入ろう。 ま、<laughs> なんでそんなだ <laughs> もうやだ。やだなんでそんな海にこだわってるんですか、ね、いや、もう、<laughs> 最近、でも、海はやめよう、もう。サメ、うん、島さん、ちょっと海にとらわれすぎてますね。うそうね。海の魔物に取り憑かれたかもしれない <laughs>、はいはい、年一回くらいでもいいはずなのに。いや、年一回も嫌だよ。嫌だよ。もう4年に一回も嫌だよ。<laughs> そうですね。俺はもう正直もう海、はい、冬の海は嫌だよ。はい なんか、石川のりゆきの山、サメ島の海みたいな感じにすればいいああ、なるほどね。山、あいつが山なら俺は海。そうす。海のが地獄じゃん。よく考えたら。海のが地獄じゃん。海は可能性秘めてるよ。秘めてますね。ポテンシャルあるよ、海は。まだ海はオールウェイズオッケーだもん。そうですね。シーズン関係ないですもんね。そう、シーズンがオールシーズンだもん。しかも深いからね、海は。深いっすね。海は人死ぬよ。 本当、でも今日のサメさんのアドバイス聞いて思ったことなんですけど。うん、はいはい。やっぱ海みてえに心広いなって思いましたね。あのね、やっぱね、俺は何も持ってないから、それぐらいやんないと、はい。魅力がない。俺はバカだし、学も教養もないから、はい。はっきり言ってね、その前、さっき話したように、付き合った女の親に挨拶行って何回も俺、うん。もう全部玉砕してるよ。うん。ボロクソに言われて。うん。 だから、カオリン、カオリンって言ったじゃん。はい。あれの親には、はい。ね、うちの娘は仕方なくあんたと付き合ってんのよって、母親に言われて、はい。まあ、十どっこいどっこいだと思いますよって俺言いかた。<laughs> <laughs> それじゃ向こうの怒り買っちゃって <laughs>、まあ、しかと、うん、いや、どっこいどっこい、結構背伸びしてると思いますけどね、うん、っつったんだけど。なかなかな返しですね。カオリンさんもう多分結婚できませんよとか言ったから。<laughs> <laughs> あ,あ、まあ、怒り買ったよ。でもそれでいいんだよ。 逆に怒らしてやれんじゃん。そうですね。怒ったら負けですもんね。そう。言っちゃえば煽ればいいんだから、こっちは。俺たちは配信者やってんだ。煽るのはうまいぞ。もう天才ですからね。あの、スルースキルは高いぞ、俺たち。だからもう徹底的に煽ってやれんじゃん。徹底的に。もう。向こうから手出すすりゃこっちのもんだよ。そう自分がやっちゃダメだよ。なるほど。そう。そのパターンもありますわね。そうよ。許す必要はない。一切。怒りを抑える必要もない。はい。 ただ、そのエネルギーを、のんちゃんへの愛情に変えなさい。変換。そうですね。うん、簡単だから。はい。だったら、もう、ムカつくな。じゃあ、のんちゃん最高に幸せにしやろうって思えばいいんだよ。そうですね。あ簡単だよ。はい。鮫島さんが、さんがアドバイスしてくんなかったら、うん。僕ちょっとピッケル持って行ってたかもしれないです、本当に。いいんだよ、そんな。そんなのはやる必要ない。汚い。かっこ悪いやり方でしたね。かっこ悪い、かっこ悪い。お前っ愛してる女の家族に、はい。お前、 牙剥くのかそうですよね。それは違うだろうそうですよね。うん。そう。はい。だから、お前は明るく配信者でいること。そうですね。うん。お前は配信切っても配信者なんだよ。はい。うん。ありがとうございます。ね、のんちゃんの前では、はい。高光になれ。え、高光ですかうん。のんちゃんの前では高光でいいんだよ。そうっすか。うん。俺結構。ただのんちゃんに悲しい思いはさせるな。そうっすね。そしたら俺が許さねえからな。そうっすね。 はい。俺がお前んちにバール持っていくから。あ、マジですかうん。それ一番おっかないやつじゃないですかうん。バールだとサンダー持っていくサンダー。何強力な武器。いや、サンダーはだってチェーンされてたらサンダーでさ。攻撃力。あ、たけあ、お前俺やるよ。ウェルダー持っていくからね。はい。あと、一個だけちょっと別件の話、相談があるんですけど。はいはい、何でしょう。なんか、家から帰ってきた時彼女が僕の家で、電話してるんですよ。はいはいはい。たまに。で、 あの、お姉様と電話してるんですけど。それは延期だしな。絶対に。絶対に。悪いことは言わない。絶対に。はい。あの、お姉様と通過なんですけど、僕その内容とか全部教えてもらえないんですよ。うん。っていうか、あの、のんたに、な、のん、あの、のぞみさんと何話してたのって聞いても、ああ、何言ってるか全然わかんなかった。そゃそうだね。俺もわかんない。とりあえず、あの、それは悪いこと言わない。絶対延期だしな。あ、来た方がいいですか 今、裏で大変なことになってっから。あ、まじですかうん。わかりました。そう。口酸っぱく言っておきます。うん。はい。それゃんないと、和道に今度ヒノコが飛んでくるよ。あ、まじですかうん。どんなヒノコ飛んでくるんですかいやー、多分、命はなくなると思う。まあ多分ね、最低で命なくなる多分、多分、つくねにされると思う。つくねうん。つくねですかうん、多分ね。やべ軟骨入りの軟骨入りの。 何個ついの。やべえそれぐらいやばい。じゃ、とりあえず、笑うこと。笑わせること。相手を。お前が大事な人間なら、なおさら。悲しませるな。はい。うん。それだけ。はい。うん。わかりました。難しいかもしれないけど、やれば簡単だから。了解です。比較的簡単だから。比較的。うん。了解です。そう。はい。ありがとうございます。そう。心を強くね。はい。うん。わかりました。 うん。わかった。ありがとうございます。はいはい。すいません。おやすみ。ご心配かけました。はいはい、おやすみ。大丈夫大丈夫、おやすみ。おやすみなさい。サメジマさん超かっけサメジマパイセン、かっけぇ。かっこいいね。かっこよくないこの、後輩配信者が。 後輩配信者が、減らってたら、助けに来てくれるって、めっちゃかっこよくない優しいよね。うん。いや、もうサメ島さんいなかったら、ピッケル持って襲撃してたわ。うん。おはよう。うん、かっこいいね。うん。サメ島さんのファンがまた増えたね。うん。せっかくだから残り9分放送やったから寝ます。やばい。 ただの気違いだと思ってたけど違ったわ。うん、いや、あのー、みんなね、あのー、サメ島さん大好きだから。ザ、う、イ、ん、とね、十何年ね、ネット配信で生き残れないよ、うん。どんだけのリスナーとファンがいるか。<laughs> 俺もね、正直ね、言うとね、サメ島さんって怖い人だと思ってたんだけど、関わるとめっちゃ優しいよ。サ、う、メ、ん、島さんいい人だよね。 な、サメジマさんが一番かっこいいなと思って、あ、この人すごいわ、と思ったのが、あの、サメジマさんの放送って、自分がディスられてるときって、切れないんだよ。サメジマさん、まあ、切れるよ。切れるけど、本気で切れないの。要は、アンチとかが、その、サメジマさんに対して誤避しても、別に怒んない。まあ、怒るけど。でも、本気で切れるタイミングっていうのは、あの、自分のリスナーをディスったとき、マジで切れるから。 配信者だろうが、リスナーだろうが、関係ないから、アンチだろうが。自分の見てくれてるリスナーさんに牙向いたら、サメジマ先輩許さねえから。うん、冗談わかってるよ。いや、人情の人だよ。うん、佐野サノが消えた今、サメジマしかいない。あー、間違いないだろうね。それは、思う。あの、今ね、サメジマさんが、レジェンドになるかならないかだよ。あの、空いたね、サメ、あの、サノのポジション。うなちゃんマンのポジションを、 俺、弁助太郎さん正直狙ってると思うんだよ。弁助太郎さんは、あ、狙ってるなって。親味取り込もうとしてるなって思ったけど、正直、弁助さんじゃないと思ってる。うん。正直俺も、ま、本人は違うって言うと思うけど、サメジマさんじゃないと、珍味は扱えないよ。あそこは猛者だから、珍味団は。サメジマさんね、丸くなってるわけじゃないよ。あの、 もともとそういう人間で、あの、配信だとね、やっぱスイッチが入るんだよ。配信でスイッチ。だから人の枠に出てるときは基本的にすげえいい人だよ。自分の枠ではね、もう徹底してヒールだから。だからほら、変にさ、その、なんつうの。変にさ、自分のリスナーとかに宣伝しないでよ。純粋にアドバイスしに来てくれたじゃん。そーっとロムってて、あ、なんだ、ワードを減らってんのか、みたいな。俺がカツ入れてやんねえと、って言って。優しいよ、ほんとに。 鮫島さん後輩と絡んで配信大事にしてるとめっちゃ大事にしてるよ。テレチャンピンのこと映してあげなーとかさ。あの、配信中も気使ってたし。もうテレ、テレチャンピン映してあげないとっつって若手なんだからってずっと言ってたよ。かっこいいなと思った。うん。そうそう。そだ、ね。後輩を育ててますよ。お、大物の配信者ほど後輩を育ててますよ。言ってたよね。うん。 かっこいいよね。もう、ニコ生の生主なんかさ、あの、ニコ生にね、執着してる生主いっぱいいるでしょ。その辺なんかさ、なんて起きたの、起きたの起きたのうん。あの、あの辺なんか自分が目だとう、自分が目だとう、人のことディスローばっかりでしょ。後輩映すなんか考えられないよ。うん。 手落とし合いだから。ニコ生は。てる和道さん、サメ島の配信楽しかった。楽しかったよね。うん。楽しかった。だサメ島さんはね、結構誤解されてるんだよ。あ、まあでも今、今はもう誤解されてないけど、今、今はね、みんなわかってると思うけど、でも、サメ島さんを見てないでディスってるやつとか正直いるじゃん。古いリスナーっていうかさ、 もう、サメジマさんを見なくなって、昔のイメージで言ってる人は、情報古いよね。もう時代は変わってるんだよ。トレンドに乗っかってますよ。でも、あの、サメジマさんも放送で言ってたけど、あの、ふわっちを、このサイト伸びるって言って、初期組からいついてたやつは、ほんと見る目があるって言ってたわ、サメジマさんが。全く同意見だわ。あのね、正直ね、 ふわっち来て3ヶ月ぐらいだけど、それでもタイミング良かったなと思ってるの。あの、ね、ツイキャスとかニコ生とかの大手が小遣い稼ぎに来ててリスナーが溢れ返ってたからタイミングが良かったと思うけど、その前からやってる人たちは本当に見る目がある。このサイトまだまだ伸びるよ。マジで。ふわっちは断言できる。伸びる。ここの運営神対応だから。マジで。 あの、DM とかで問い合わせしても、すぐ返ってくるし、本当にね、あの、ダメなところがない。唯一あるとしたらサーバーであったりとか、その、なんつうの、お金のかける場所みたいなのはあるかもしんないけど、それでも頑張ってる。だからふわっちから人、どん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 大手が集まってくるんだよ。人が離れないんだよ。リスナーさんは正直わかんないじゃん、そういうの。ぶっちゃけの話、自分の好きな配信者がいたらいつくって感じだけど、 あのね、配信者から見ると、ふわっちはマジで神がかってるから。生主をこんなに大事にしてる配信サイトねえぞ。だから余計にワドの気持ちがわかるのかもね。まあ、ジャンルとしてはね、同ジャンルだもんね。同ジャンルの大先輩だからね、もともと。俺の、俺のスタイルなんかさ、サメジマさんのスタイルの、なんだ、劣化版だから。 イベントごとで問い合わせたことあるけど、丁寧に。リスナーさんに丁寧に返信する運営なんかないからね。ツイッターとかも全部リプ飛ばしてるし、すごいよ、本当に。返信してるし、DM も返ってくるし。神対応だよ。うん。マジでね、あの、ぶっちゃけた話、3年後ツイキャス抜くぞ、このサイト。マジで。絶対抜く。ていうか、俺は、あの、ふわっち好きな生主と一緒に、 よく言ってんのが、ふわっち一緒に盛り上げようぜって言ってんの、本当に。ここのサイトで看板取ろうぜって。で、俺らが人を集めて、ふわっちの看板になってふわっち勝たせようぜって言ってんの。だから、あの、閲覧10とか20しかない生主でも積極的にコラボしてんの。ふわっちメインでやってる人は。最近、そうでしょテルチャンピンとかさ、 つばくそと、爆くとかさ、あの、ふわっち以外の人とあんま絡まないじゃん。ふわっちを大切にしてる人と、ふわっちを盛り上げていきたいなと思ってるのが、今の俺の気分。うん。まだわかんないよ。先どうなるか。あぐらかくかもしんないし、儲かってきたら。でもさ、いいサイトはさ、やっぱ俺らってさ、サイト作れない人間だから。サイト作れない人間っていうのは、やっぱサイトにさ、 依存しないといけないわけだから、どこでやるのかってすごい重要なのよ。で、ここにはすごくいいリスナーと、すごくいい運営がいるのよ。そう。だから、すご、だから、すごくいい配信者が集まるんだと思うよ。うん、だから、今、キャスで人集まるからってやってんのは、ダメよ、うん。そのうち気づくから。そのうち気づく。まあ、一番でかいきっかけは金梅さんだと思ってるけどね。 金梅さんが番になってこっちに来たっていうことで人がドカッと来てるから。でも3万とかも来てるでしょ。みんな来てるでしょ。だからそのうち来るから。みんなで盛り上げましょう。じゃあ皆さんありがとうございました。ハートプレゼントありがとう。じゃあ、サメジマさんのサメジマパイセンのアドバイスを守って、えー、頑張りたいと思います。朝方に失礼しました。おやすみなさい。 S me. <S お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう <laughs>